始まるよ。準備はいいかな？はい、それでは68ページのですね、コラムについて解説をすることにいたします。コラムのタイトルがですね、法律行為に付された条件と債権債務に付された条件というものですが、ここのお話、小学者に非常に、難しいお話になると思います。で、おそらくですね、非常に法律について一定の知識のある方が聞かれてもあれってなっちゃうと思います。で、なんでここにですね、こういうコラムを入れたのかと言いますと、法律制定法で救っている利益状況というのは、これはあくまで一つの利益状況、一部の利益状況しか救えていないのだということを少し分かっていただくためにですね、ちょっとこういう例を出して、こういう話をしてみました。たまたま僕がですね、このあたりちょっと勉強していたということになります。と言いますのも、ここでですね、65ページの条件及び期限のところを学習したときに、まずですね、条件の定義を見てみますと、条件とは、法律行為の効力の発生または消滅を将来発生するかどうか不確実な事件の性質にかかりしみる法律行為の不可だと。で、効力、一定の条件が成就すれば効力が発生する場合が停止条件付き法律行為と。つまり成就まで法律行為の効力の発生が停止しているのは停止条件だと。で、これに対してその一定の条件が成就すると効力がなくなってしまう、解除されるのを解除条件付き法律行為というんだと、という言い方をしていて、で、期限の方なんですけども、期限を見てみると法律行為の効力の発生消滅または債務の履行というものがあるんですね。債務の履行、将来発生するかどうか確実な一定の日時の製品に、日時の到来にかからしめる不完ということ で、要するに条件と期限ですね、これ裏返しの関係じゃないんですね。で、どこが裏返しなのかというと、反対概念になっているのかというと、条件というのは将来発生するかどうか不確実な事件だったんだけれども、期限の場合には発生することが確実だということで、これは裏表の関係なんです。ところが、条件の方は法律行為の効力の発生または消滅についてしか、それを対象としているわけですね。これに対して期限の方は法律行為の効力の発生消滅、それから債務の履行期というのも出てくるわけですね。なので、効力の発生または消滅についての、期限というのがケース24でいうとアなんです。で、債務の履行期という意味ではイなんです。で、ここでわかる、ここでふっと勘のいい人は気づくと思うんですけども、じゃあ、法律行為の効力の発生または消滅について期限ある。これ条件もあるんですね。で、債務の履行に関しては、期限というのが認められてないわけですね。日本の。あ、ごめんなさい。条件というのは認められてないわけですね。債務の履行に関する期限はあっても、債務の履行に関しての条件というのはないんですよ。で、これが日本法の解釈で、ここの部分。制定法の枠組みから落ちてるんですね。で、具体的にはですね、どういうケースが出てくるのかということ、ちょっとその問題はですね、ちょっと考えてみたいと思います。ということで、ケース68ページの上に出ているこのアとイ、これをちょっと見てみたいと思うんです。はい、まずアです。X と Y との間で X の有する高畑地で栽培している麦について、この畑地の麦が収穫できたら収穫量に応じて1トンあたり5万8000円の価格で全て売買するという内容で、収穫前に売買契約締結したって。なんで5万8000円かというとですね、ネットで調べたら大体それぐらいだったということです。で、丸1です。その後、高畑地からは、合計10トンの麦が収穫できたので、X はこれに Y に引き渡すとともに、Y は X に対して代金、10トンですから58万円だったと、こういうことです。で、2番ですね。その後、高畑地からは、合計5トンの麦が収穫できたので、X はこれ Y に引き渡すとともに、Y は X に対して代金29万円支払ったということで、5万8000円で5トン分ですから29万円だと、こういうことですね。で、この R の契約、これは本質的には、麦が取れるかどうかということは、これは将来不確実な内容です。で、その取れた量に応じていくらで買うという契約をしているわけですから、この契約は本質的には停止条件付き法律行為であるということができるわけです。で、このだから R はね、これ停止条件付き法律行為で問題ないんですよ。で、次 E でございます。はい、いきますね。X は Y との間で X の有する高畑地で栽培している麦についてと。この畑地の麦について、本年の収穫の有無に関わりなく、その全てを55万円で売却するという内容で、収穫前に売買契約を締結したというものです。
で、丸1です。その後、コア20歳から合計10トンの麦が収穫できたので、X がこれ Y に引き渡すとともに、Y は X に対して代金55万円支払ったと。で、丸2、その後、コア20歳から合計5トンの麦が収穫できたので、X がこれ Y に引き渡すとともに、Y は X に対して代金55万円を支払ったという、こういうのケースですね。で、このケースについては、これは、麦が取れても取れなくても55万円で買うという契約ですね。なので、これ、条件のところで言うと、法律行為の効力の発生または消滅に関してじゃないんですよ。法律行為の効力、実はこれ発生しているんです。発生していて、その発生していたものが最終的に、10トンになるのか5トンになるのかということは、これはわからないというわけですね。何を言ってるのかというと、まあ、言葉を変えて言うとですね、要するに胃の場合は、これ何を売買してるかというと、取れるか取れないかもしれないというそのチャンス、まあ、売り主から言うとリスクとでもいいんですかね。このチャンスとリスクの取引をしているのだと、こういうことがわかるかと思います。で、この胃の類型は、言ってしまえば、法律行為の効力の発生または消滅じゃなくて、法律行為の、ここですね、履行法律行為の効果として発生した、その権利もないですか。これが、将来発生するかどうか不確実さという、そういう内容になるわけですね。で、つまりこの、あの場合くどいですけども、停止条件付き法律行為で説明できるんだけれども、胃の場合はこれ説明できないわけですね。制定法の、日本の民法というの枠組みからは抜けている構造なんです。で、なんでこれ、落としたのかというとですね、実はよくわかりません。よくわからないので想像なんですけれども、あくまで想像です。が、おそらくですね、これ E の契約、これ、そのまま正面から認めてしまうと、これチャンスやリスクそのものを正面から売買認めてしまうと、すぐに、賭博の話になっちゃうわけですね。俗に我々が言う賭博というやつですね。で、そこについては、まあ、触れないでおこうと考えたんじゃないかなと想像できます。これは、日本民法典になぜないのかということについての決定が未だによくわかりません。で、じゃあですね、遠隔的にじゃあこの胃というこの取引については、今まで我々人類が想定していなかったのかというと、決してそんなことはなくてですね、実はこれ古代ローマの時代から、この胃の取引ですか、こちらの方については認識されていたというのが、今日の法を巡る歴史研究の成果なんですね。で、ラテン語で、ですね、エンプティオってこれ売買なんでしょうけども、レイスペラタイというんですか。で、この期待物の売買というのは、これがアーです。アーの方です。で、これと対比する形で、この、ここに希望の売買27行目くらいね、エンプティオスペイっていうのはチャンスのことです。だから希望の売買と日本語で訳すことが多いんですが、この希望の売買ですか。で、これがイーの方です。という形で、呼ばれてきたんですね。だからこの期待物の売買の方は、これは日本法の下では、停止条件付き法律行為という形で収束するんだけども、この希望の売買、これについては日本の民法ではない、遠隔的にあるんだけれども、ということでございます。で、このようにですね、直接の規定がないんですね。実はこれと似たようなものというのは、日本の民法って、我々が普段ですね、民事紛争していくと、あるのかどうかというと、あるんです。例えば、これちょっと法律学習したことある方は分かると思うんですが、いわゆる出世払い約款ですか、出世払いとかですね。で、これ、よくその不確定期限付きの金銭消費貸借だとかですね、いろいろなこと言う人いるんですけれども、ある一つの判決が、古い判決がそう言ったからといって、そうなるとは限らないんですね。その時の合意に基づいて、期待物の売買に近い形になるのか、希望の売買に近い形になるのかということは、あり得るわけです。これちょっと自分で考えてみてください。で、他にもですね、この構造というのは、いわゆる希望の売買に似た類型というのはいろいろありまして、例えばですね、民法の689条からの終身定期金、それから、梅健次郎という日本の民法典、明治民法典の起草者ですね。この人、フランスで博士号を取るんですけれども、これ、和解で博士号を取るんですけどもね。で、この和解論というのの中では、このエンプティオスペイと同じものであるといった趣旨のことが書かれています。
何言ってるのかというと、社交契約だという言葉で言い方いたします。それからいろいろ考えてみると、例えば有限責任会社、株式会社の出資とかですね、保険契約、これドンピシャなんですけれども、これらは希望の売買と同じ構造を持っている、チャンスやリスクを、売り買いしているんだというように理解できようかと思います。で、今日ではこれのことを社交契約という言い方をいたします。ただちょっと気をつけていただきたいのはですね、社交契約ってすぐ皆さん賭博のことを思い出すんですけれども、例えば保険契約、この保険契約は社交契約であるということについて、今日争いないです。本当ありません。あるいは終身的金契約も、これ優勝、少なくとも優勝の場合については、これ社交契約であるということについて、これも争いないんですね。で、何言ってるのかというと、この社交契約というですね、これ希望の売買というのは今日においては社交契約というんですけれども、我々社交契約というとですね、すぐ民法の先生たち、これ賭博と同じだというわけですね。だから民法90条の、公の秩序の方なんですかね、公の秩序に反する法律行為ということで無効であるというような解釈を取ることがあるんですけれども、保険契約、その理屈でいうとこれ保険契約って全部90条違反ですね。で、民法の先生、そんなのんきなこと言ってていいんです。なんでかというと、保険契約については、これ、商法の先生、通常授業しますので、取り扱わなくていいから。民法と商法で違うじゃないか。そんなバカなことないですからね。で、何言ってるのかと言いますと、これ、くどいですけれども、今日は社交契約という言い方するんですけれども、つまり、この、ここですね。法律行為の効力の発生、また、消滅。これは今日、法律行為の不完としての条件と言いますが、それがその債務の履行期に付された条件ですか。こちらについては、社交契約という構造になってくるんだけども、これについては、直接の規定を置いていないというのが、日本の民法典の姿なんです。で、さっきですね、ちらっと言ったんですけれども、胃のところで、このアーノ売買ではそんな考えなくていいんだけれども、胃の売買については、これは要するにチャンスやリスクというものを、これを売却していると捉えることができるだろうと。じゃあこのチャンスやリスクというのが、財産法上どのように、構成されるのかというと、これ実はですね、意外なところに、意外というかな、まあ意外だね、パッと聞いたらびっくりすると思うんですけど、これです。ちゃんと権利としてあるんですね。128条見てみましょうか。条件付き法律行為の各当事者は以下ですね、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合に、その法律行為から生ずべき相手方の利益、これ、公額上、期待権というのだと、というように、お話したと思います。66ページの上ですね、この期待権と言われるものだと。だからこれ、128条は利益と書いているけども、129条を見てみると、条件の成否が未定である間における当事者の権利義務と。128条は利益と書いてるけども、民法が128条終わった時点で、法が認める利益ですから、これ権利なわけですね。だから権利なので、129条も権利義務という、こういう書き方するわけですよ。これ立法技術です。で、この構図、ここ、これ期待権と呼ばれるものですね。つまり、本質的にはこの E の契約ですね、68ページのこのケースで出てくるこの E の契約というのは、この55万円の対価として何買ってるかというと、この期待権というのを、これを買ってるんだと。なので、こうやってですね、この社交契約において取引されている、この、その権利ですか。それは、物件でも債権でもない期待権というものとして、今日理解するのがふさわしいだろうと。という、そういう答えになってくるんです。いかがだったでしょうか。お話を聞いてみると、はぁと思われた方多いと思いますが、最初のお話ですね。ここで何やっていただきたかったのかというと、制定法の枠組みでですね、必ずしも、救えてない利益というのが、やっぱりあって、で、それにあれも法の抜け道という意味じゃないんですよ。そういう意味じゃなくて、制定法はあくまでですね、あらゆる法現象の中で、よく出てくる法現象についてポンポンポンとこう規定していくだけですから、その隙間になるところって必ず出てくるんですね。で、それが、この法律行為の、ここの条件とか期限とかっていう言い方するとね、要するにこの条件の定義と期限の定義をこう見比べていって例を挙げて考えていけば、そういう話が出てくるわけですね。
で、このような形で、制定法が直接ですね、上げていないような利益というのを、こういうのにアプローチしていくということも、これはまた、研究者をですね、中心にして、検討がされていっていると、こういうことでございます。で、たまたま僕このあたり勉強したことあるんでわかるわけですけども、例えば2020年の4月1日に施行された、債権法改正の下では、その議論の段階でですね、例えばこの法律行為に付された条件や、債権債務に付された条件、とりわけこの債権債務に付された条件というのはですね、こちらの方についても、これ立法化を図るべきじゃないのかという立法提言なんていうのも、まあ、これ僕が書いたんですけども、こういうことすらされていると。そういう形で、しばしば法律でも研究することないじゃないかというようなイメージで思われる方も多いんですけれども、実はそんなことなくって、本当にこういった単純な定義からですね、こう分析していって入って調べていくとですね、意外なものが見えてくるんだと、そういう例を一つ挙げるためにここでは少しコラムとして挙げてみました。なので、これがいきなりですね、試験で問われるということもないと思いますし、とりわけその学者の中でもですね、非常に議論のある、今言った僕の話なんかでもですね、同業者の方聞かれたら、はぁと言われて、んなわけないだろうというようなことを言われることもあると思います。ので、まあ、一つの考え方として、ああ、なるほど、そうなんだなと思っていただければ、それで十分です。おう